YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ワイパーの中村です。安武です。はい、皆様のリクエストにお応えして、スタッフコーディネート第3弾は今回安武でいきたいと思います。はい、よろしくお願いします。商品のページで多分ご覧いただく機会が多いですよね、最近。はい、安武は。そうですね、で自身も撮影のエースとしてスタジオにこもって作品同様しています。おしゃれ番長に次ぐおしゃれ安武、お楽しみに。ちょっと緊張してますじゃあ1日目行ってみましょう噛んだどうぞはい、ということで今回は安武さんのウィークデーコーデになります。T シャツにジーンズというベーシックなアメカジコーディネートですが、T シャツはパブストブルーリボンのプリント T シャツ、ジーンズは LVC の606、スニーカーはコンバースの CT70 ローカットを着用しています。ソックスは当店取り扱いのスタンスになります。こちらはディセンデンツとのコラボレーションモデルになります。テーパードシルエットの606はもともとインディゴだったものをブラックに染めています。経年変化が楽しめる仕様になっています。ミステリーランチとタイメックスのコラボウォッチは毎年完売が出るほどの人気アイテムです。レザーブレスはイルビゾンテです。こちらのブルーリボンは、日本でいうキリン淡麗みたいな感じのポピュラーな、大衆ビールなんですが、オーバーサイズのものをですね、裾と袖をカットオフして着用しています。はい、2日目も黒 T にリーバイスのジーンズというコーディネートなんですが、前日のものとサイズ感を変えています。足元はコンバース、アクセサリー類も前日のものと同じになります。カブーのキャップはフロントのフェルトワッペンや後ろのチロリアンテープのストラップがポイントです。こちらのオリエンタル調のフォントが特徴の T シャツはインビジブルフィスト、見えない拳、機構みたいなものでしょうか。面白い T シャツです。ソックスのタイダイも特徴になっています。ジーンズはですね、リーバイスヴィンテージクロージングの501の、55年製モデルになります。今はなきバレンシア工場製の貴重なアイテムですね。結構年季も入っていて、リペアだったりとかもしています。もちろんオリジナルのヴィンテージもすごい素敵だとは思うんですけど、現実的に考えて、こういった LVC をですね、長く履き込むのもいいんじゃないかなと思います。こういった裏リベットのあたりまで出ています。カメラが回ってないところでは結構おちゃらけキャラです。3日目はちょっと写真ですみません、ちょっと一部撮り忘れていました。で、こちらはですね、通勤コーディネートになります。自粛期間中なんで自転車通勤なんですけど、アークテリクスのパーカーに、ナイキのショートパンツ、ナイキのレギンス、ナイキのスニーカーと、スポーティーにまとめたコーディネートになっています。バックパックはミステリーランチのクーリー、キャップは汗をかいても取り扱いの容易なナイロン製のニューラのものになります。ショルダーハーネスに取り付けたポーチは、パックセーフのものになります。こちらにはこの自転車のライトだったりとか小物を収納しています。だいぶリラックスしてきたみたいです。今回は T シャツとショートパンツのコーディネートです。キャップはアークテリクスのジェットキャップ、トップスはホワイトのロサンゼルスアパレルと、マスタードのグッドウェアをレイヤードしています。ショーツは中村さんも愛用していたパタゴニアのバギーズショーツを着用しています。ショーツに合わせたクルーソックスは WCW ワールドチャンピオンシップレスリングのロゴ入りのソックスになります。合わせたスニーカーはバンズのオーセンティックになります。安武さん結構シンプルな格好が多いんですけど、やっぱり撮影をしているとですね、体を動かしたりとか膝をついたりっていうのが多くなるので、結構シンプルめなコーディネートが中心になってきます。そういった感じで次が5日目最終日になります。はい、ここに来て初めて軍物が登場。すいませんちょっと人が入っちゃった。はい、ということで、初めて実物品を着用しています。こちらがですね、ベルギー軍の M64 カーゴパンツを着用しています。サスペンダーは復刻品なんですけど、イギリス軍のラフ、空軍ですね、そちらの復刻品のサスペンダーになります。こういった感じでオーバーサイズのものをあえて着用して、サスペンダーで吊るすスタイルです。ちなみにですね、これ私勝手に安武履きって呼んでいるんですけど、これ以前インスタグラムに投稿したらですね、この問い合わせがすごい殺到しちゃって、その日のうちに完売したっていう逸話もございます。
さあというわけで安武パイセンのウィークデーコーデでした。まあ中村さんや LL ウッドさんとはまた違った感じで、これはまた面白いと思います。はい、ということで、安武先輩の5日間のコーディネートをご紹介させていただきました。どうだったでしょうか。大体使い回して結構長々使えるもの、結構着やすいアイテムが多かったんで、あの参考になるかと思います。仕事にいいな。動きやすく。そう、安武さん、あのうちのカメラの撮影をほぼされてる方なんで、こう日々結構体を動かすことが多いからです。まあ、そんな感じのコーディネートでした。はい、ありがとうございました。はい、ということで、次回また別のスタッフで新しい動画撮りたいと思ってますので、ぜひ楽しみにしていてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。こんにちは、ワイパーの中村と LL ウッドです。この度ワイパーで新たにスタッフを募集することとなりました。イエーイ。どんなスタッフを求めているかと言いますと、とにかく洋服好きで、男女は問いません。はい、で特に今回チーム ZOZO で急募しております。はい、運営アシスタントとして、募集しておりますので、どしどしご応募ください。はい、詳しくは DM メッセージいただければご返答させていただきますので、皆様の募集をお待ちしております。お待ちしております。